こんにちは、S&D です。このチャンネルはバレーボールに関することをたくさん配信しています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。まず一つ目は、自分でボールを真上に上げて、それをバウンドをさせずに腕の上で止めるという練習です。ボールを吸い付けるタイミングをこの練習で覚えていきます。上から落ちてくるボールに対して自分が向かっていってしまうとボールは跳ねてしまうので、ボールを覆うように下に下げていけば吸収できます。2つ目は、タオルを頭の上に置いてレシーブをしていきます。2人1組で行います。1人にボールを投げてもらって、タオルを落とさないようにレシーブをしていきます。ボールを前に飛ばすのではなく、自分の少し前に落としてあげるという練習をやっていきます。前に落とすということは、先ほどのボールを吸収させるという練習の応用で、来たボールに対して少し自分の方に腕を引いてあげる必要があります。3つ目の練習は、1つ目と2つ目の練習の応用で、強打ボールを打ってもらって、そのボールをレシーブしていくという練習です。打ち手と自分の真ん中にレシーブしていきます。強打ボールなので、手にボールを当てるだけでも相手に返っていくのですが、短いレシーブをしようとするとボールを失速させないと真ん中には返ってません。来たボールに対して腕だけ引くのではなくて、ボールが来た方の足を若干下げる、股関節を折りたたんで膝を曲げる、本当に1センチ2センチぐらいのイメージなんですが、来たらグッと下に体を沈めるようなイメージで、腕と足を連動させることによってボールを失速させていきます。人それぞれやり方が違うと思うのですが、自分の体に合った方法を見つけていってください。今日の練習は以上となります。ご視聴ありがとうございました。